ラッツァの会員の三国天武動画です。いつもご視聴ありがとうございます。三国天武の話とはちょっと全然関係ないんですけども、先日なんか嫁がねインスタントラーメンを買ってきて、これめっちゃ美味しいらしいから食べてみてみたいなことをね言ってきたんですけど、それを食ったらねめちゃくちゃうまかったんですよ。蒙古タンメン中本とかいうインスタントラーメンなんですけど、結構辛いんですけどね、セブンイレブンにしか売ってないみたいなんで、もしね、気になる方はセブンイレブンで購入いただけたらなと思うんですけども、辛いん好きな人にはたまらんのちゃいますかね。僕自身ですね、辛いもんがそこまで得意ではない方になるんかな。どう言うたらいいんだろう、リーカレーで言うと5倍までしか食えないですね。あとココイチとかでカレー食う時も1からまでは食えますけど、2からになるとヒーヒー言うくらいのね、辛さの、まあ、苦手さなんですけど、辛いんですけどね食べたくなるような美味しさのインスタントラーメンだったと思います。ぜひね皆さんにも食べてもらいたいかなと思うんですけども、一つね、注意してほしいことがありまして、そのインスタントラーメンに、辛味オイルっていうのがついてるんですよね。それがまあインスタントラーメンできて湯入れて5分経って、でそれからまあ入れるオイルみたいなのがあるんですけど、僕これは入れたことないんですよ。入れてなくても十分辛いんですよね。僕にとってはちょうどいい辛さということなんで、辛いの得意な人は入れたらええと思うんですけど、そんなに辛いの得意じゃないよっていう人がいきなりこの辛味オイル入れたら多分食えなくなると思いますんで、もしこの蒙古タンメン中本のラーメンをね、買うてみたという方はですね、まずはこの辛味オイルっていうのを外して食べてみていただけたらと思います。多分辛い好きな人やったらこの辛味オイル入れたらさらにめちゃくちゃうまくなるんちゃうかなと思いますけどね。いやほんまこれ入れなダメやろと、全然こう良さがわからんよって多分言う方もいると思うんですけども、まあ僕は用意入れんかったというだけでね、まあ、辛いの得意な人はどうかなと思いますけどもね。そしたらちょっとかなりっていうか最初からいきなり三国天武全然関係ない話からさせていただいたんですけど、今回は続きですね、走破線を彩る華麗な先行術の続きをやっていこうかなと思います。はい、ここですね、左の方が2回目の攻めで3枚取ってますよね。2分57秒ということになってるんですけども、これが先行です。見ていきましょう。はい、あーよく見る陣形ですね。まあまあ潜りにくい陣形だと思います。左上はね壁覆われてるんですけど、右上左下右下は壁に覆われてないという陣形ですね。うわー、東巡兵がこれ44入っとるパターンですかね。これ援軍処理に時間かかってね、先行やろうと思ったらごっつい嫌なんですけどね。でもう弓主君を出してここら辺ですねを一掃しようかなというところでしょう。どうかな、将校でもよかったような気はしますけどね。将校はあこっち行きましたか。こっちもいいですね。で下から長領ですね。で長領にこれ多分絶影つけて回避といいますか、煉獄とか憑依台のターゲット外したんだと思いますけどね。なかなかいい働きしてますよね。これであと1つですね、射撃塔がね。これはもう両方で壊そうということでしょう。はい、壊れましたね。主君もかなり長生きしてるなといった感じです。上からはもうトンコ兵早めに出してますね。おお、これでほとんど壊れましたね。しかも主君はあと一発ぐらいスキル打つかもしれないですね。その隙にも上の方はじわじわ壊していっているというあたりで、まあ壊せるところは早めに壊すというのをしっかりできてますよね。はい、スキル一発打てました。しかも趙雲の方に飛ばなかったので、ここら辺の施設にだいぶダメージ入りましたよね。これはかなり強みなんじゃないでしょうか。ただここの太平ですね、あ大丈夫そうですね。諸葛振動が殺してくれないと中に入ってきそうな気はしましたが、きっちり殺させましたね。やっぱうまいですね。
この緊張する状況の中でね、先行で3枚取れる人っていうのにね、下手な人はいないんじゃないかなと思いますけどね。自爆何やったんかな、5雷か、5雷と射撃とあと竜砲ですか。結構あるな、5雷がまだ残ってますね。射撃と竜砲はもう全部なくなってますけど、かなり、慎重にいかないときついかなという感じがします。ここもどうだろう、劉備が反応したら鬱陶しいですね。ああ反応しちゃいましたね。でこれは狙ってたんでしょうか。両毛で、ああどうだろう、なんとか主君に、ああ主君だったら大丈夫ですね。劉備にかかったらちょっと白きつかったかなっていうとこなんですけど、最後にね、両毛で締める形の攻め方ということになってますけど、これはひとえにね、今表示されている武将と兵士で相当な破壊率を稼げてるからこそ、これだけね、両毛を引っ張っても3枚取れるというリプになったんじゃないでしょうか。最近ね両毛早出しばっかりしてるんでね、逆に新鮮でしたけどね。そしたら次のリプ見ていきましょう。はい、左の龍徳さんと読むかな、辰徳さんと読むかな、ちょっとどっちか分かんないんですけど、この方はもうずっと強いですね。確かレベルが3桁になったばっかりぐらいの時からおそらく総派戦に出続けてる人なんじゃないかなと思います。いやー本当に常に一戦級でやられてる方だなという気はしますね。で僕と同じぐらいのレベルの上がり方の推移をしてたと思うんですけど、なんで、トップクラスの人よりは若干こうスタートが遅かったはずなんですけどね、それでもこう上位の方からね、どん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 勝ち星を重ねていく姿っていうのはね、非常にかっこいいなと思いながら、ちょっと憧れの存在でもあるんですけど、この方先行もやられるんですね。ちょっと知らなかったんですけど、そちらの方を見ていきましょう。左の一番上2分55秒のやつですね。はい、ちょっと僕は苦手かなっていう陣形ですね。お、長領からいきましたね。長領転移ですね。この順番はちょっと新鮮かなという気はします。長領が憑依台にターゲット取られる寸でぐらいんでもないか。おお結構転移を引っ張ってますね。で何番をあなるほどね今こう転移を出してることによって長領のねターゲットが憑依台以外から取られなかったので何番がめちゃ活躍しましたよね。これが狙いかな。で将校でこの辺を壊そうということでしょうね。長領頑張るね。いやーやっぱりこの出し方いいですね。転移はねもうすぐは死なないんで、そこスキル発動しなくても結構盾役として頑張ってくれますよね。でこれで結構残りましたかね。おー量も早いですね。こうするしか3枚取る道はないんですけどね、奉仕塔までたどり着いてくれるかどうかってとこですよね。おうおうおう、虫姉ちゃんがついてるんですね。これでダメージ入るのは楽ですよね。おお壊れてしまいましたね。いやー欲しいな、次劉備取ろうか虫姉ちゃん取ろうか非常に迷うとこですね。ああこれは便利やわ。先行で両毛に虫姉ちゃんつけてたらちょっと届かんかもしれんなっていうような奉仕塔とか射撃塔もねきっちり壊せるっていうのがね分かっていただけたんちゃうかなと思いますけども、これは欲しいな。いやなんかまだ自分にこう先行での伸びしろがあるんだなって思ったらちょっと嬉しいなりましたけどね。もう取る武将もない、宝もそこそこ揃った、でそうですね兵とかも鍛え上げた、あとはもうテクニックを磨くしかないっていう状況にあるんですけども、こうやってこの取る GA とかでねまだまだこうプラスな面が残ってるって感じたらちょっと嬉しくなりましたけどね。どうしようかな、防衛もねもう劉備取らんかったらこれ以上型ならんかなっていうところなんですけど、レベルもねもうぼちぼち完走しますんでね、迷うとこですけど、ちょっとこのリップ見たしずっと迷ってたんですよ。
ずっと迷ってたんですけど、このリプ見た瞬間ちょっと虫姉ちゃんの方に心奪われましたね。多分劉備取らんと虫姉ちゃん行くんちゃうかなと思いますね。ちょっと軍団の方にはね申し訳ないんですけどね、やっぱり固い人っていうのは求められると思うんで、なんとかね、固くしたいなって思ってたんですけど、はい、こんな感じでなんか自分のことを喋ってたら終わってしまってましたけどね。いや、やっぱりこの何言うんですか、虫姉ちゃんをしっかりとね、把握と言いますかね、使いこなして、で奉仕塔を両毛で壊させるというテクニックがね見れて非常に良かったんじゃないかなと今回は思いますけどね。で、一応こんだけかな、今分かってるリプっていうのがね、先行のリプっていうのはこれでおしまいだと思うんですけど、まだあるよっていうにね、もし気づいてくださった方いらっしゃいましたら、まだ教えていただけたらなと思います。で、前々回かに作らせていただいたちょっと領土探索の件ですね、あれの、まあ僕が裏技として紹介したのが100元宝減ってるかもしれないよというお話なんですけど、大変申し訳ないんですけど、あれからその3択の任務っていうのがまだ出ないんですよ。なんで自分ではちょっと検証はできてないという形になっております。申し訳ありません。で、いろんなね意見をねいただいたんです、あれからね。で、その意見っていうのを紹介させていただけたらと思うんですけど、まず、まあ、減ったという意見ですね。これはその1年前に検証したと言ってたやつですね。あの時減りましたよっていう、まあ、意見ですね。それと、最初にねやってみたら減りませんでしたっていうチャット、個人チャットが来て、ああよかったなと思ったら、いや減ってました、時間差で減りましたみたいなね、チャットをくださってた方がいました。なんでパンって押した時には減ってないけど、ちょっと時間を置いてから減るみたいなことなんかな。これだと、まあ僕がこう自分でやってみた時、最初にねやってみた時に減らなかったという理由も説明がつくと言いますかね。僕はじっくり見て、あ減ってないなと思って、であの動画を垂れ流し、まあ今はもう削除してますけどね、にしてたんですけど、ちょっと時間を置いて減るっていうことだったら、そこまでじっくり確認できてなかったかなっていうふうに自分では思います。あとですね、あのそもそもできなくなったと、前はできてたのにできんようになったぞということを言われた方もいました。で、それを聞いた時は、あもしかしたらサイレント修正入ったのかなと思ったんですけど、ちょっと自分で試せてないのでわからないですね。で、そもそもあの動画を見て初めて知ってやってみたんですけど、できないですっていう人もいました。これもサイレント修正なのか、もしくは、まあ、慣れてないから同時に綺麗に押せてなくて、まあ2ついっぺんに開かないか、まあどちらかかなと思うんですけどもね。あとあった意見がですね、2ついっぺんに押して2枚こうひっくり返ってもタイミングがあるんじゃないかなという意見ですね。 100% 同時に2つを押すっていうのでも、例えば 90% 一緒、ほんの 0.0 何秒ずれて2つ押すと、まあ、2枚ともひっくり返るけど、この多少ずれがあった時だけ元宝が減るんじゃないかみたいなね意見もありました。で、はっきり言ってどれが正解なのかは分からないですし、まあ検証、僕がね、任務が出てきてやってみたとしても、それもビタッと 100% 同時に押せたのか、それとも若干ずれたのかとかいうのが分からないので、 100% これはこうですよっていうのはね、多分将来的にもこうご説明できることはないかもしれないんですけども、まあとりあえずこの減るっていう意見が多少なりともあるので、お詫びの動画でも申し上げさせていただきましたけど、まあもし実行される場合は100元宝減るというこうつもりでですねやってもらうのがいいのかなというような気がしております。なんか自分一人でねいろいろ騒いで、で謝っていう形でも大変申し訳なく思っております。ただ本当にね
なんか YouTube やっててよかったなって思ったのがですね、その別に悪意がなくてやってるんだったらいいと思いますとか、まあ、あの気にしないでくださいっていう意見が本当 99% でしたね。なんか一人だけ、まあ、ちょっとこう言われてしまいましたけど、それはもうしょうがないと思うんですけどね、言われたってしょうがないようなこう動画の内容だったなって思うんで、しょうがないかなと思うんですけども、まあ、こう応援してくださる方がたくさんいらっしゃったことがね、非常に励みになりましたし、またこう動画を作っていきたいなっていう気持ちにもなりましたしね。ただまあそうやっていただいたこう応援メッセージっていうのを裏切らないようにということで、まあ今まで以上に慎重に動画を作っていかないかなと、まあ身の引き締まるね思いにはなりましたけどね。逆にまあそこに甘えたらいかんのかなということを思いました。でお騒がせして申し訳ありませんでした。本当こう応援いただいた方ありがとうございます。今まで通りというか今まで以上にですね、いい動画、あと内容に間違いのない動画っていうのをね作っていけたらなと思いますので、よろしくお願いします。そしたら長くなりましたが今回は以上です。どうもありがとうございました。